七熊。俺は島田優太、27歳。今日も寒いな。ここ七熊支社に配属されて3年になる。ようやく北国の気温に慣れてきたが、移動したばかりの頃はあまりの寒さに驚かされたものだ。あ、もうバスの時間だ。ここは会社近くにある独身寮。ほとんどの社員がバスを使うため、独身寮に住んでいる社員とは部署が違っても自然と親しくなれた。ひー、寒い。おはようございます。まぶしい。おはよう。彼女は隣の部屋の井口葵さん。この春から七熊支社に配属になったばかりで、俺の2つ下の後輩だ。いつも身だしなみはきっちりしていて隙がなく、今日のように寒い朝でも眩しいぐらいの笑顔だ。しっかり者だよな、井口さんって。うちの姉ちゃんみたい。何か？ああごめん、井口さんがうちの姉にちょっと似てるなと思ってさ。島田さんってお姉さんがいらっしゃるんですね。うん。もしかして社内に？いや、東京のなんかおしゃれな店で働いてるよ。おっと、今日はいつに泣く込むな。島田さん、守ってくれてる。そんなある日、俺が残業を終えて寮に帰宅すると、井口さんはコートを着込んで出かけるところだった。お疲れ様。島田さん。ん？どうした？何かあった？やけに寒そうにしてるな。実はそろそろお風呂に入ろうかな。いや、冷たい。バスタブにもお湯が溜まってない。夕飯の洗い物をしている時は大丈夫だったんですけど、その後で給湯器が壊れてしまったみたいでお湯が出なくて。この気温で水シャワーか、きついな。大丈夫？管理会社に連絡はした？はい。でもこの寒波の影響なのか、故障が相次いでいるそうで、修理は来週になるみたいです。マジか。はい、仕方ないのでバスで銭湯まで行こうかなって。この寒い中銭湯に行って帰ってきたら風邪ひくんじゃないか。あのさ、もしよかったらなんだけど。え？うちの使う？嫌だよな。いいんですか？予想に反して島田さんは俺の申し出を喜んでくれた。そんなわけで俺は彼女に自分の部屋のお風呂を貸してあげることになった。この部屋に女子が来るなんて思ってなかったから、気の利いたもの何にもないな。島田さん。ん？そのお先にどうぞ。井口さんも緊張してるみたいだな。俺飯がまだなんだ、だから先入ってよ。そういうわけには。気にしなくていいよ。あ、そうだ、うちシャンプーだけはいいのを使ってるんだ。そうなんですか？この前ちょっと話した姉の店でシャンプーも扱っててさ、定期的に送ってくれるんだ。井口さんも使ってみてよ。じゃあお言葉に甘えて。井口さんはペコンと頭を下げ風呂に向かった。島田さん、お風呂ありがとうございました。かわいい。お風呂上がりの井口さんはいつもビシッと完璧な彼女よりなんだか可愛らしく見えた。温まった？はい、ポカポカになりました。シャンプーもすごくいい香りで、本当にありがとうございます。すっぴんですみません。全然可愛いよ。島田さん、うちの兄にちょっと似てます。え？うちの兄、私が何しても可愛いって言うんですよ。お兄さんの気持ちがわかる気がする。年が離れているのもあって甘やかされちゃって。そうなんだ。はい、
社会人になったし実家も離れたからしっかりしなきゃって思ってるんですけど、たまに何もしたくないってなっちゃうこともあって。そう話す井口さんはいつもよりあどけなく見えた。そういう時に島田さんとお話しするとすごく癒されるんです。そんな風に思ってくれてたんだ。あ、でも兄より島田さんの方が全然かっこいいですよ。そんなことないでしょ。井口さんの家系だったら絶対美形だよ。いやいやいや、本当に仕事以外は基本引きこもりだし、そのくせ部屋の掃除は全然しなくて。しっかり者の妹って感じだったのかな。仲いいんだな。島田さんはお姉さんとはどんな感じなんですか？うちの姉はもう結婚してて、といった感じに俺と井口さんはお互いの家族の話などで盛り上がったのだった。それがまさかあんなことになるなんて。その翌日、たまたま井口さんの部署と一緒に仕事をすることになった。別の部署と一緒に会議するの久しぶりだな。そうね、向こうの部署の井口さんって子、前に飲み会で一緒になったんだけど、すごくいい子なのよ。井口さんは名前だけ聞いたことあるよ。島田は？井口さんなら知ってるよ。寮で隣の部屋なんだ。へえ。そんな話一度も聞いたことなかったぞ。島田くんってあまり自分のこと話さないわよね。それでは会議を始めます。よろしくお願いします。この匂いどこかで。というわけでこれで会議を終了します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。井口さん、ちょっと一点確認したいんだけど。はい。あれ、この匂いどこかで。どうかされましたか？あー、ごめんごめん、ここなんだけど。何の匂いだっけ。高級感がある匂いなのに意外な時に嗅いだ気がする。どうしたんだ二人とも。さっきから考え込んで会議の進行が分かりにくかったか。これだ。え、何の匂いだったっけって悩んでたの。俺もそうか、島田の匂いだ。え、俺そんなに匂う？いい匂いって意味よ。香水？いや、あ、シャンプーかな。それだ。でもどうして井口さんから島田と同じ匂いがするんだ？え？そうか、昨日うちのシャンプーを使ったから。違うんです。昨日たまたま島田さんの部屋でお風呂に入らせていただいただけで。え？井口さんが真っ赤になって否定することで余計にみんなの頭にもしかしてという疑念が湧いたようだった。ごめん、まさかこんなことになるとは思わなくて。そんな、島田さんが謝るようなことは何も。むしろ私の方こそ。え、井口さんから島田くんの部屋に押しかけたの？積極的。隣の部屋に住んでるなんてほぼ同棲では。周囲に意識されると俺まで彼女を意識するようになってしまい、いや違うな、結構前から俺は隣の部屋から出てきた彼女を見て眩しいと思ったこと、満員バスの中で他愛ない話で笑ってくれてほっとしたこと、風呂上がりのすっぴんを見て思わず可愛いと言ってしまったこと、いろんな彼女が俺の頭の中にいた。俺もしかしたら本当に彼女のこと。あのさ、ちょっと教えてほしいんだけど。え？この辺でデートに良さそうな店ってありますか？え？デートって言っても付き合ってるわけじゃないんだけど。そうなの？困っているところを見ると助けてあげたいって思う子がいて、その子をもっと笑顔にしたいっていうか。島田、お前。え？島田くん、あなた可愛いところあるじゃない。え？同僚に良さそうな店を教えてもらい、俺は井口さんを食事に誘った。俺の目には彼女は喜んでくれているように見えた。だから映画にも誘ったし、
休日の散歩にも誘った。そんな風に何度かデートをしてみて、俺的には脈ありと思っていたのだが、寮の部屋の前で井口さんがイケメンと抱き合ってるところを見てしまった。あ、島田さん。ごめん、井口さん彼氏いたんだ。そういえば聞いたことなかった。そこ通るね。あの、何？兄です。お兄さん？なんとそのイケメンは井口さんのお兄さんだった。何ですかあなた。そういえばシスコンって言ってたっけ。俺は井口さんと同じ会社の。それは分かってます。ここ独身寮でしょ。あのね、とても親切にしてもらってて、美味しいお店とか映画とかに誘ってもらって。ほう。まずい。それにお風呂も貸してくれては？違うんです。それには訳が。何が違うんです？兄の私には言えないようなこと。まさか。してません、してません。確かにお付き合いできたらとは思っていますが、決して不埒なことは。本当に？私も同じことを思ってました。思いがけないきっかけで俺たちは両思いであることが発覚した。その後お兄さんも一緒に井口さんの部屋で飲むことになったのだが、その間俺はずっと正座でお兄さんから睨まれ続けたのだった。それから2年が経ち、俺と彼女の交際は順調に進んでいる。あんな初対面だったが、お兄さんにも恋人として認めてもらえるようになった。よかったら今度一緒にうちの実家に来てみない？はい。そんなわけで俺は彼女と一緒に帰省した。すると。あなた誰よ？まさか彼女？はい、はじめまして。おいおい、こんにちはだろ。うちの姉の娘、つまり俺の姪が彼女のお兄さんみたいな行動をとるので、俺たちは思わず笑ってしまった。彼女と結婚したらきっと賑やかな親族になりそうだ。俺はそんなことを思ったのだった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。